岩沼駅は、宮城県岩沼市管下一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。東北本線と常磐線が乗り入れており、このうち東北本線を所属線としている。正式には、常磐線の終点であるが、同線の列車はすべて、東北本線を経由して、仙台駅へ乗り入れている。端式ホーム1面1線、島式ホーム2面4線。 合計3面5線のホームを持つ地上駅。1番線が常磐線上り本線、2番線が常磐線下り本線、3番線が東北本線上り本線、4番線が東北本線下り本線、5番線が東北本線下り1番線となっている。5番線は仙台方面だけでなく、福島方面や常磐線への折り返し運転が可能。 また、1番線と2番線の間に、ホームのない抽選がある。線路東側に2階建ての駅舎があり、ホームとは、古戦橋でつながっていて、ホーム上に、待合室がある。駅舎内には、ニューデイズと f m 岩沼のサテライトスタジオが設置されている。直営駅で、旅客扱い及び運転扱いを行う。管理駅でもあり、東北本線の大河原駅、 月の木駅間と常磐線の宮城県内所在駅である坂本駅大熊駅間の各駅を管理する。緑の窓口、指定席券売機、自動改札機、自動券売機、自動生産機があり、自動改札機、自動券売機、自動生産機はスイカに対応している。古線郷と接続している西口の改札口は2020年4月1日から、 無人化と同時に、スイカなど交通系、IC カード専用になったが、駅舎と反対側の岩沼駅西側の利用者の便を測るために、古墙橋と自由通路を一番線の真上で連絡する形で設置された。また、西口にもロータリーバスプールタクシー乗り場がある。静止工場に向かう貨車 JR 貨物の貨物駅は、旅客駅舎の南側にある。 一面一線のコンテナホームがあり、ホーム上に荷さばき用の上屋が設置されている。ホームの長はコンテナ車4両分ほどと短い。駅の業務は仙台臨海鉄道が受託している。また、JR 貨物の入れ替え動車が配置されており、校内の入れ替え作業を行っている。駅の南東より日本製紙岩沼工場へ至る専用線が分岐している。 全長 3km ほどのこの専用船は、コンテナによる工場で生産された、紙製品の輸送で使用されている。かつては、工場で使用される液体塩素が、タンク車で到着していたが、2007年度に廃止された。駅付近の本線西側から、丸商工業の専用船が分岐し、液体アンモニアの二役設備が設置されていたが、こちらも2007年度に廃止された。 この専用線では、大木町駅発送の液体アンモニアを取り扱っていた。また日清製粉の小麦粉貯蔵施設へ続く専用線もあったが、1997年6月限りで廃止された。当駅に停車する貨物列車は、2014年3月時点で高速貨物列車のみである。1日1往復仙台貨物ターミナル駅との間に、 設定されているほか、仙台貨物ターミナル駅から、郡山貨物ターミナル駅へ向かう、上り列車も1日1本停車する。2015年には、隅田川行きの高速貨物列車も追加された。JR 東日本及び岩沼市統計所によると、2020年度の1日平均乗車人員は5,540人で、ある。1992年度以降の推移は、 以下の通りである。岩沼市統計書によると、2016年度の発送貨物は20万1487トン、到着貨物は1万3537トンである。近年の推移は以下の通りである。当地の仙台平野の千円となっている高間給料から小規模な絶上給料が東に伸びているが、その東端にかつて岩沼城があった。 道場は、漢文2年から遠方9年まで、岩沼藩の藩主、田村氏の居城だった。その城市に設置されたのが当駅である。注釈出店旅客貨物。ありがとうございます。